めっちゃ煽りやん。本当に偉いん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでてか使えるものっていうのは何何を探すの。あ、なんか何これ、これもしかして作業台。めっちゃ怪しいやん。あ、これは何、なんだか薄汚い台だけど。薄汚い。その不思議な台はずっとこの地にあったものだ。破壊神様が現れた時、真っ先に壊されるかと思ったが、破壊神様の腕は何かに迷い壊すのをやめられたようだった。私の勘違いかもしれぬがな。ん、作業台やけん、なんかちょっとね、壊すのためらったってこと。なんかあっち側に階段みたいなのあることない、渡った先に。あれ、台の横に何か立てかけてあるよ。てや、何これ。え、これ指導の棍棒やない。これ絶対そうやって。あいな、なんなのその耳っちい棒は。耳っちいって言うな。この棍棒素材から、ん?この棍棒素材から作ったってわけだ。お前なかなかやるじゃないか。ありがとな、ビルダー見習い。この棍棒気に入ったぜ。指導との会話。お、新しい武器を作ってくれたのか?ははは、悪くない。これは実際に聞こえよんかの。だが、お前が最初にくれたこの棍棒は、このままもらっておくぜ。俺はこいつが気に入ってるんだ。お前が初めて作ってくれた武器だしな。どうしたの、アイナ?その小汚い棍棒に何かあるの?どうせなら手に取ってみたら?うん。指導の棍棒を手に入れた。小汚いとかいろいろめっちゃ言われよるけど。で、何か作るの、これで。え、その棍棒、君が友達に作ってあげたものなのかい?友達だと?どういうことだ?まあ、そういうことですよ。何?自分は友達を探しにここに来た。指導の居場所を知らないかだと?貴様、なぜ指導様の名を知っている?見て、フォークみたい。フォークみたい。あれは、あれか。あの、なんか、デビルみたいな、が持っとるやつ。指導?一体何のこと?教団でも最高位の神官しか知らぬ破壊神様のお名前だ。このような人間が知っているとは。貴様まさか、破壊神様が自分の友達だなと、世前言うことを向かすのであるまいな。いや、実際友達だからね。ねえねえ、アイナ。アイナの友達って本当に破壊神様のことなの?そうだよ。まさか、破壊神様の人間の君が?け、目立つ。そんなわけねえじゃねえか。アイナ、こんな時に冗談はよせよ。キッシンも死んで、当てにしてたハーゴン教会もこのざまだ。俗に言うお先真っ暗ってやつらぜ。それを、目の前で言うの、神官の。このざまだって。なんか殺されそうで。アイナ、僕は君のこと信じるよ。そのへの字の口は嘘をついてる口じゃない。への、字、そんな不満げな顔してます、私。してないやん、にっこり笑顔やんか。ねえ、アイナ、ビルダーの君がいて、作業台もあるんだ。みんながやる気ありそうなもの、作れない？ピピピー。しかし、ここには素材になりそうなものなどありはせぬぞい。素材なら、これを使ってよ。おー、油は増えた。それ、僕の油だよ。何かの役に立たないかな。自分から絞り出した。何それ、気持ち悪い。メタッツ、お主、そこまでして。何、君も何か提供してくれる？ふん。では、近くの消えた明かりに火をつけてはどうじゃ？そうすれば、みんなの気分も少しは明るくなろう。それ、自分たちがここにいますっていうアピールにならん？それじゃあ、アイナ、作業台で松明を作って、近くの消えた明かり4つに火をつけて。ふんふん。この作業台は本当に使えるのかい？おー、使える。じゃあ、松明を。作って、明かりをつけていきますかね。はっ。あっち側もか。てか、もう一人、あいつはどこ行ったの？ああ、そんなところに。あれ？あとは？ん？あとどこ？あと二つ。え？なくない？あれ？こっちの方。あ、そんなところに。なんでそんな離れた場所にあるの？よいしょー。間違えた。あ、違う。そうじゃなくって、火をつける。あれ？は。そして、こっちね。はい。うわわ！何、どこ？あー、おったおった、見えてなかった、全然。
いな。消えた明かりに火をつけてくれたんだね。あれれ？何？あれやん。ランの目の前におるときのコナン君並みにちょっと。すごいわざとらしいよ、あれれ。一気に明るくなったね。すごいや、教会の周りが明るくなった。なんて不思議な日なんだろう。けしからん。けしからんぞ。ビルダーが青じろき魔物の火を灯すとは、なんともけしからん。魔物の火なんこれ。やはりビルダーなど、滅びの火の前に私が消してくれよ。やめてください。けちょっと待ちな。やるじゃねえかよな。明かりを見てたらお先真っ暗ってわけでもねえ気がしてきたぜ。希望の火やね。己貴様まで。破壊神様の罰が当たっても知らんからな。はいな。明かりをつけてくれてありがとう。なんだか少し安心できたよ。てか、ハートが出てきた。ここでもハート集めるんやね。なんだかおいら、お前が破壊神様と友達ってのも嘘じゃない気すら聞いてきたぞ。嘘じゃないよ。あいなよ。友達探しももちろん大事やが、ビルダーであるおぬしの力を借りたい。この地に光を灯したおぬしなら、必ずできよう。何？お、何か思いついた。新たなレシピをひらめいた。邪教の松明、青い炎のともった壁掛け松明。あいなよ。破壊神様の復活により、滅びの日は近い。しかし、わしは死にたくない。まあ、そうやろうね。そこで、滅びの日が来ても生き残れるように、この地にシェルターを作ってくれぬか。頑丈なシェルターがあれば、滅びの日が来ても生き延びられるじゃろう。どうかわしらを救ってくれ。何？友達を助けたいからそんな暇はないじゃと？己正直なやつめ。かわいそうやん、助けてあげよう。じゃが、シェルター作りはお主にとっても決して無駄ではない。この地には滅びを持つ哀れな魔物たちがいる。シェルターでその者たちを集めるのじゃ。そうすれば、各地にいる魔物たちから友達の情報も集められるじゃろう。あ、そういうことね。じいさん、まあ言いたいことはわかるが、ちょっと強引じゃねえか？そうだ、そもそも敵であるビルダーに救済を頼むとは、お前の頭脳は壊れておる。うるさい。わしは死を目前にして何もしないではいられないのじゃ。その、三神官の一人とかいう相手にそこまで言えるの。頼む、ご少女あゆな。この地に魔物たちを救うシェルターを作ってくれぬか。いいよ。おお、よくぞ申してくれた。お主なんていうお人よしてろうか。ではあゆな、早速魔物たちを乗せるシェルターをどうにかしてくれ。魔物たちを救うんやってすげえね。本当にお人よし。あ、そこに？とりあえず壁とかつけていくんかな。シェルターの設計図を描いた。なんかいろいろあるけど、これは全部作れるのかい？このモンスターたちはさすがに手伝ってくれんよね。ピピピー！これはまさか設計図というものか。この像元にシェルターを作るんじゃな。すごいや、ハーゴン教会を改造して、そのままシェルターにするんだね。神聖なハーゴン教会にこのようなことを。設計図が描けたのはいいけど、どうやって完成させるの？ここには素材になるものは何もないんだよ。いくらメタツが自分の油を絞ろうが、ブロックは作れまいしの。何か、良作が。己ビルダーめ。ハーゴン教会をこのようにしておきながら、なおも私に話しかけてくるとは。別にまだ何もしてないよ。敷いただけだよ、設計図を。けそうだった。えらい進化のゴジックじゃね。地獄様なら、素材を集める方法を知ってんじゃねえか？えらい進化なんだしよ。めっちゃ煽りやん。本当にえらいん？ぐわ、ふざけたことを申すな。たとえ知っていたとしても、簡単に教えられるか。おいおい、メタッツは自分の油まで絞って協力してんだぜ。えらい進化のくせに、それでいいのかよ。それに、いよいよですかな。アイナは破壊神様の友達なのですぞ。雑な扱いをしては、神罰が。破壊神様の友、私は、分かった、協力しよう。ここから南西に行くと、破壊神様の抜け殻抜け殻がある。その地で引き裂く小爪、五個に大いなる鱗を10個、そして突き刺す大角を3個集めてくるがよい。これらのものを集めてきたら、素材を生み出す方法を教えてやろう。なんか、物騒なものを集めてくるんやね。あいな、これからは僕を君のお供にして。
僕君のものづくりに興味があるんだ。一番この中で役に立ちそうなんやけど。さあ、まずは破壊神様の抜け殻まで行って素材を集めよう。お、地図に目的地が表示された。まあでもメタルスライムやけんあれかな。防御力は高いんかな。すぐそこ？これ生きよる間にもさ、あーモンスターだモンスターだ。え、あそこはなんか手が出てくるんじゃないかな。てかブロックめっちゃ吸い上げられようんやけど。うわ、またあの渦だ。吸い込まれたら大変だよ。あそこは通り抜けられないね。他に道はあるかな。こっちかな。あそこ？あっちにも。見て、あそこにもあの黒い渦が。あんな大きな渦に吸い込まれたらひとたまりなそうだね。はいな、あっちには近づかないようにしておこう。はい、気をつけます。大丈夫かな。とりあえず何あれ、びっくりした。え、なんこいつ黒くないよ。話せる。うほほほほ、ついに世界が滅びる気が来た。うほ、ここでここで静かに死を待つ。うほ、いやダメよダメよ。あ、ってことはシェルターが完成したら迎えに来んといかん子かな、この子は。そういうことか。なるほどね。今はまだ連れていけんわけや。ん？少し開けたところに出たね。地獄さんが言ってたのはここかな。あれ、あそこ？ん？鱗や角っぽいのがあるけど、破壊神さんの抜け殻ってあれのことかな。鱗はまるでブロックみたいになってるね。あ、確かに角っぽいのはなんかいっぱいあるな。鱗っぽいのがどれかわからんけど。爪は上にはなかったけど、きっとこの近くの地面にある。とにかく爪と鱗と角をハンマーで壊して集めてみようよ。ふんふん。爪はこの辺の地面にある。爪？鱗？ちょっとよくわからないけど、これかもしかして。全然違うな。全く関係ない。びっくり。やめて。これどうやって上に上がったらいいんかな。これ上がっていけるんかな。よいしょ。あ、上がれなそう。違う、リフォームがしたいわけじゃないんだ。大いなる鱗を10個ね。頑張りまーす。てか、結局これは上に上がらんといかんのかな。あ、この辺の鱗じゃない？え、違うかな。なんか、テカテカしとる。うぃ、落ちた。なんかぽくない？これは別かな、また。泥や、普通に。なーに？邪魔よ、君たち。よいしょ。とりあえず上に上がってって。上がれね。上がれた上がれた。多分、あ、これ鱗や鱗。鱗が10個いるって言ったんやっけ。よいしょ。おー。で、これ角やろ、多分。お。角は3個必要なんやね。で、鱗が10個必要。これ抜け殻なんや。めっちゃ硬いやん。ハンマーで殴らんといかん。抜け殻。抜け殻、でも時間が経ったらそんな感じなんかな。もっとふにゃふにゃしてそうやけど。え、角があと2つ必要ないよね。もっと上の方行ったら集まるかな。あ、あったあった。角、角。はい。角あっていい。いやー、ちょっと怖い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 。で、爪がいるって言ったよね。爪。爪はどれだい？あ、これじゃない爪。あった。あったあった。よいしょ。この、抜け殻全体が腕なのだとしたら、腕からめっちゃ角生えてますけど、どういう状態なんや。これで全部集まったみたいだね。ここではワープもできないし、空も飛べないから、教会まで歩いて戻ろう。マジかー。てか、今までワープしてたことをなぜ知っている君。そういうね、めっちゃメタ発言が。さあ、それじゃ帰りますか。ただいまー。ビルダーめ。破壊神様の抜け殻を手に入れてきたのだな。うんうん。この地で暴れておるのは、おそらく破壊神様の腕。力が安定せず、暴走しておるようだな。そして貴様が持ってきたのは、破壊神様がさらなる力をつけるべく、自ら打ち砕いたお体の一部分。
ひょっとしてその抜け殻を使って物を作るの？でもどうやって。何？破壊神様の抜け殻を触媒にすれば物作りの素材を生み出せるかもしれない。しかしそのためには禁断の魔力を扱う作業台が必要だ。アイラとやら貴様に作れるか。何？あの作業台じゃダメってこと？何何？新たなレシピを思いつく？お、新たなレシピをひらめいた。禁断の錬成台。禁断の錬成を行うための装置。破壊石の抜け殻を素材に変えることができる。禁断の錬成台を思いついてしまったか。己ビルダーめ。ではアイナ、まずはその禁断の錬成台を作るがよい。そして手に入れてきた引き裂く小爪、大いなる鱗、突き刺す大角を入れるのだ。しばらく待てばそれらは全て素材に生まれ変わろう。ふんふん。さあ禁断の錬成台に抜け殻を入れ、生まれたものをこの私に見せてくれ。素材を手に入れるには、この地には素材がほとんどない。引き裂く小爪などのアイテムを禁断の錬成台に入れて素材となる別のアイテムに変化させよう。ふんふん。錬成せよ。とりあえずこれで作るんよね、その錬成台は。どれ？作れないんですけど。骨がいるの？あ、ここにあるやん。誰の骨か知らんけど。はい、これで作れる。これもなんか時間がかかるやつってことかな、その完成するまでに。炉みたいな感じで。お、あったあった、禁断の錬成台。まあとりあえずこれをでい。んで中に、中に突き刺す大津の大いなる鱗で引き裂く小爪入れる。ん？ 1 個しか入れれんの？あれ？ちょ待って、どういうこと？はい。ん？入れれてる？はい。あ、それぞれ、え、全部まとめて入れるんじゃなくってってこと？あ、そういうことね。なるほど、なるほど。こんないっぱい入れる必要なかったかな。一個だけでよかったかもしれん、とりあえず。おー、なんかいろいろ、なになになに？え、骨使ってこの台作ったのに骨を回収したよ、なんか。鉄のラウンドコーナー、鉄を固めて作った壁の角部分。六角ボルト、壁などが外れないように固定するためのボルト。なんか現実的なものが出てきたね。なになになに？新たなレシピをひらめいたけど。マシンの壁、少し不思議な金属製の壁、色を変えられる。マシンの角壁、少し不思議な金属製の壁の角部分。魔物の扉、何かの骨で飾り付けた分厚く頑丈な扉。めっちゃいろんなもの思いつくやん。はい。おお、禁断の錬成台に入れた破壊神様の抜け殻が素材として生まれ変わったようだな。破壊神様の体を触媒に物を作り出すための素材を得るとは、なんと罰当たりなことか。いやー、君が言ったからだよ。やはり許せん。ビルダーなど私は消してやる。いやいや、落ち着け。クックック。なんちゃって。え、どうしたの？なんか、久々な感じなんやけど。この地では禁断の錬成台に破壊神様のお体の一部を入れることで、物作りに素材を生み出していくがよい。どの部位から何が生まれるかは、その時々で違うであろう。え、マジで？その時々で？欲しい素材が出るまで練習を続けるんだぞ。え、なんかそういう、何、運ゲーなんすか？どんだけだよ。あゆな、素材の手に入れ方が分かったんだ。これでどんどん物を作れるね。けけけ、どうやら偉い神官様も協力してくれる気になったみてえだな。そういうわけではない。私はただ、興味深いと思っただけだ。破壊神様のお体から、ものづくりに素材を作るなど、恐ろしくも面白い。ほほほ。では、アユナ、抜け殻を禁断の錬成台で素材に変え、建材を作るのじゃ。建材を作れれば、シェルターも完成させられるね。けけけ、さすがに俺たち魔物が建築にまで手を染めるわけにはいかねえ。悪いが、ここはお前に任せるぜ。じゃあ、あれなんや、同じ素材を入れとっても、こう、出来上がってくるものは全然違ったりとかするってことか。いや、同じなような気がするぞ。シドニウムって何？何かしら、よくわからん物質ができたっぽいね。
はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。不気味な渦というか指導の腕、あれはイベントとか関係なく動き回りおったら出てくるもんなんかな。ちょっと今のところよくわからんけど。